週刊少年8は、マスダ栄治による日本の漫画作品。週刊少年チャンピオンにて、2018年9号から同年52号まで連載。漫画家を目指す専門学校を舞台とし、漫画家を目指す少年少女を描く青春物語。単行本1巻と2巻は、2018年7月6日に同日発売された。マスダは自身が、 漫画専門学校の出身であり、自分が漫画業界に関わることができたのは漫画専門学校に通っていたためだと考えているが、漫画専門学校のことをよく言ってる人と出会ったことがほとんどなかった。漫画専門学校出身だからこそ描けるものがあるのではないかと考えたのが本作執筆のきっかけとなっている。読売新聞の本読売堂の書評では、 類似する先行作品として、バクマン。と比べて、少年史の主人公らしいキャラクターを追求している点を、本作の特徴に挙げ、ありそうでなかった、熱血漫画と評している。八坂八発通称8は、野球漫画、初晴れ八球少年団に憧れて野球部に入部したが、卒業まで活躍できなかった。新たに漫画家になることを目標として、 完全競争主義の専門学校、鬼が浜漫画学園にへ通い始める。少年漫画雑誌の新人賞を獲得し、掲載実績もある、三毛ことさんケヤ、桃誠は、幼馴染みの宮子が、面白いと評したネームを書いた蜂に対抗心を燃やす。蜂も三毛に、ライバル宣言するが、実力の伴わない蜂は、学園最低の E ランクからスタートすることになった。 e いライク担任の不治官は、E クラスを夢追い人勝利女王と呼び、e いライク生徒の半数を退学させることを宣言する。不治官の出した課題は、e いライク生徒をチームに分け、SNS でいいねの獲得数を競わせる、いいね合戦だった。最下位のチームは退学となる。これに反発した8は1位を取れなければ、退学という約束を交わしてしまう。当初は、イラスト。 リレー漫画を SNS に投稿していたが、漫画とは何の関係もない猫の写真が多くのいいねを集めたことから何でもありの様相を呈していく。e ライク e ランク第6版 e ランク生徒教師。ありがとうございます。